ケンジロウ君とかは、うん、最近はね、作ってるらしい。すごいよね。リアルサンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。3代目 JS ロブラザーズの佐々木宏美とエリーです、今回は This is JSB 収録曲 Honey の歌詞にちなんで Be Yourself、自分らしくいられる瞬間というテーマですが、はい、エリーは自分らしくいられる瞬間はどんな点ですか？そうですね、なんですかね、お風呂入ってる時です。なんかお風呂入ってる時ってなんかもう自分だなみたいな。わかります？よくサウナとか行ってますね。そうですね、うん、だ結構お風呂入ってる時なんか僕結構暗くして、うん、こうキャンドルやったり、こう入浴剤入れたりして、うん、自分の時間だ。あ、その時間はなんか本当になんか自分一人の時間なんですけど、なんか好きですね。うん、俺はなんかゲームですかね、今。あ、一緒のゲームやってますからね。そうですね、はい、なんかゲームやってる瞬間がなんだろう、ある意味、うん、こう仕事のこととかを全て忘れられてる唯一の、うん、なんかいつも、ね、寝る前とかも考えちゃうし、ご飯食べてる時なんかこう仕事のこと考えちゃう部分があるけども、ゲームしてる時はやっぱね、その仕事のこととか忘れられてる瞬間がある気がするので、うん、こう自分らしく入れてる唯一の時間なのかな、なんていうふうに思っております。うん、そうですね、まあでも多趣味なメンバーがいるので、やっぱ健次郎君とかは、うん、昔は本当にこう、うん、釣り、まあ、今もそうかもしれないですけど、本当にこうツアーでこう 2days ドームでライブして、ヘトヘトでも次の日早朝から釣りに行くぐらい、こう自分の時間とか、それこそね、自分らしくいる時間みたいなのを作る人ですけど、最近はね DIY 家作ってるらしい。すごいよね。うん、多分それをやってるのが本当自分らしく生きてるなって感じが、めちゃめちゃそばにいて感じますね。うん、はいはい、僕たちのベストアルバム、ベストブラザーズ、そしてオリジナルアルバム、This is JSB が、発売となっております。本当にこう10年間、10年以上の活動をこの作品にギュッと収縮した、うん、全て僕たちを見て、聴いて、楽しんでいただける作品となっておりますので、ぜひ皆様チェックしていただけたらなと思っております。